はい、アキゲームズです。推しカナタにある隠しワーポイントを2個紹介します。赤丸の2つとなりますが、どちらも初めはマップに表示されておらず、流派の国の迷える旅人をある程度進めると解放できるようになります。下の方は第1章完了、上の方は第2章の途中で今指しているワーポイントを解放すると解放できるようになります。まず下の方からやっていきます。目的のワーポイントのすぐ左にあるワーポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら、後ろを振り返って建物の外に出ていきます。建物の外に出たら左に曲がってミニワープを見て、開放されていないすぐ近くのワープポイントの方に向かって進んでいきます。マップに表示されていない場合は世界にも進めてください。足場の端から飛んでいき、すぐに左を見ると黄色のバリアの前に装置がありますので起動をしていきます。フレールを選ぶとバリアが切れて中にあるワープポイントを解放できます。流派の国の迷える旅人を進める前は装置の周りにバリアがあって触れることができない状態となっています。上の方の隠しワープに向かいます。推しカナタ砦の右上の空島にあるワープポイントにワープします。ワープポイントに到着したら左を向いて北西方向に向かって飛んでいきます。今のワープポイントは流派の国の迷える旅人の第2章で途中で自動で解放されます。しばらく飛んでいくと空島が正面に見えますので、そちらに向かって近づいていきます。流派の国の迷える旅人がエピローグまで完了した後でもマップには表示されないのですが、この空島に近づくとワープポイントがありますので、近づけば解放することができます。ミニマップには出ていませんが、この辺りまで来るとワープポイントが見えますので近づいていきます。今回の動画は以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録・高評価をお願いします。